投資対象を分析するっていうのが基本的な仕事ですよね。投資するのが仕事じゃなくてリターンを出すことが仕事なので、さらにここからこう踏むぞみたいな、そういった会社に100、200億単位ぐらいでこう投資させていただいて、あんまりなんか正直に喋りすぎるとあるかもしれないけど正直に喋ってください。マザーズに上場した会社のまあ決算とかを見るとまあ本当ひどい。新しいことをやったりとかいきなり投資したりするんだったらなんか上場前にやってくれと思うんですよね。じゃあ10年後見てるんだったら別に上場しなきゃいいんですよ今、別にこの瞬間。やっぱりそういうことをこうがトレンドになっちゃうと日本のマーケット自体の魅力が海外から見て落ちてっちゃう、まあ、日本は特にユニークだと思いますよ。そういう意味では国としての参入障壁みたいな、日本に根ざしたサービスじゃないと成功しない可能性は結構高いのかなと思っていて、タムが大きくてペネトレーション率が浸透率がまだ低くてっていうのはなんかあのオポチュニティではあると思います。まあなんかマーケットが違うよなっていうことをこう感じる、そういう人がやっぱり儲かるんだろうなと思いますけど。皆さんこんにちは、ピボットの佐々木則彦です。この新たに始まったビデオポッドキャストシリーズドリームジョブ、この番組では皆さんが憧れる仕事ドリームジョブについているトップランナーをお招きしてドリームジョブの全貌についてお伺いしていきたいと思います。今回はですね、クロスボーダーベンチャーキャピタル、まあ、ファンドの仕事というテーマで、タイボーンキャピタルマネジメントの日本株投資責任者である持田正幸さんにお越しいただきました。持田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はるばる香港からやってきました、はい、ありがとうございます。いただいて申し訳ない、ありがとうございます。でもないです。日本に来ることってしょっちゅうあるんですか？日本はコロナの前はもう本当月1とか2ヶ月に1回とか来てたんですけど、うん、まあ、コロナになってちょっと香港の隔離がめちゃくちゃあるんで、はい、それでちょっと最近来れてなかったんですけど、うん、基本的にはなるべく来れるようにしてます、はい、あの簡単にタイボーンキャピタルマネジメント、どんなファンドなのかちょっと簡単に聞いてもいいですか？うん、そうですね、タイボーンキャピタルマネジメントっていうのは、まあ、いわゆる機関投資家って呼ばれるようなもので、まあ、上場2012年に始まったファンドなんですけど、上場株に、まあ、基本的に投資しますと。で、上場株をやられてる機関投資家っていっぱいいるんですけども、本当にこう短期からもうなんかデイトレーダーみたいな人たちから、まあ、なんか生命保険会社みたいな、まあ、なんか一生持ちますみたいな人たちがいる中で、まあ、我々、まあ、投資スパンとしては5年から10年ぐらいのスパンで物事を考えようということで、まあ、あの構造的成長があるようなアセットに、まあ、中長期で投資するみたいなことをやっているっていうような基本的にはファンドになってます。で、まあ、それがパブリックサイドで、まあ、なんかどんなアセットでもいいんですけど、まあ、5年から10年構造的成長があるというのは結構テーマの一つなので、なんかその文脈の中で言うと結構テックエネーブルなもの、まあ、SaaS であったりとかコンシューマーインターネットであったりとか e-commerce であったりとか、まあ、そういったようなものが結構自然に多くなってきているというのが、まあ、パブリックサイドですね。で、なんか2019年にグロースエクイティファンドというのをこう立ち上げさせていただいて、まあ、やりたいことというのはまあ基本的に、まあ、なんか US とかでもまあトレンドとしてありましたけど、まあ、あの IPO 前の、まあ、IPO 数年前ぐらいにですね、あの、まあ、PMFもう終わって、まあ、さらにここからこう踏むぞみたいな、そういった会社にまあ数十億からまあ100、200億単位ぐらいでこう投資させていただいて、まあ、あの IPO 前から会社のことを理解させていただきつつ、 IPO 後もあの、まあ、株をあの買ったりサポートさせていただくみたいな、まあ、そういうようなことをやっているようなファンドになります。規模感としてはあの数千億ぐらいだと思っていただければいいのかなと思いますけど。わかりました。日本でもペイデイ、ペイディ、はい、あとはベースにも、ベースにもそうですね、うん、ペイディは、2019年の末にグロスエクイティの未上場投資の第1号案件としてやらせていただいて、最終的にペイパルにいくらかな、3000億ぐらいですか、3000億ぐらいで、エグジットさせていただいた案件で、まあ、1個目が、日本としては非常にうまくいったので、はい、それはありがたかったなという感じで、まあ、ベースはそうですね、大量保有が出てるんで、あの上場株っていうで、まあ、普通に持ってるっていう、そういうような形になってます。わかりました。でもっと詳しくあの今後伺っていただければと思うんですけど、今日はですね、うん、4つのパートに分けて話を進めていきたいと思います、はい、最初に、まあ、持田さんどんなキャリアヒストリーなのか、結構なんか面白そうな人生なので、うん、そこら辺を聞いていきたいと思います、はい、そして2つ目にクロスボーダーファンドの仕事内容、どんなことを毎日やってるのか、うん、どんなことが大事なのか、はい、そして3つ目がクロスボーダーファンドに求められる、まあ、スキルセットとかマインドセットどういうのが必要か、はい、じゃ最後にやはり日本のスタートアップに対してもいろいろ思いを持たれてるみたいなので、うん、どういうふうにもっと飛躍できるのかとかですね、うん、海外進出どのタイミングでやるべきかとか、はい、クロスボーダーファンドとどう、まあ、タッグを組むというかどう生かしていくべきかとか、はい、そういった話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします、はい、まずパート1のキャリアヒストリーなんですけれども、もともとアメリカ生まれでしたっけ？そうです、もともとアメリカ生まれで、まあ、アメリカ生まれって言えるほどじゃないんですけど、まあ、生まれて半年ぐらい多分
親の都合で帰ってきたみたいな、そういう感じだと思います。ああそうですよね。それ大学日本の後に、はい、これすごいなと思うんですけど、いきなり新卒でニューヨークのゴールドマンサックスに入ってきた。そうですね。これ経験した人なかなかいないですよね。珍しいかなと思いますけどね、はい、あの非常にいい経験をさせていただいて、まあ、投資銀行ってこうそもそもすごいハードな、まあ、今だいぶなんか良くなってるみたいな話は聞くんですけど、結構あの泥臭く遅くまで働くみたいなこう経験がある中で、英語の環境で一生懸命働く、あの働ける機会があったっていうのは自分の中ですごいあの学びになりましたね、うん、ニューヨークで働きたいと思ってたんですか？そうですね、海外で働きたいなっていうのはなんとなく昔からずっと思ってた部分ではあったんで、うん、まあ、金融だったら一応本場がニューヨークっていうことにはなってるので、うん、まあ、あのそういうところで働けるのは嬉しいかなっていうような感じでしたかね。投資銀行部門なんですか？うん、投資銀行部門です。あ、一番ハードで有名ですけど、今日どんな仕事してたんですか、うん、投資銀行部時代。まあ、投資銀行って基本的には、大枠でいうとこう2つあって、うん、まあ、M&A の、 セルサイドかバイサイドのアドバイザーかっていうのと、あとまあ資金調達、それに伴う資金調達であって、まあ、それに伴わない資金調達もあるんですけど、まあ、そこ の、 あのアドバイスであったりとかみたいなことをこうやるのがまあ基本的な大きな仕事なんですね、うん、で、まあ、その中で、まあ、ゴールドマンサックスは、カバレッジチームっていうのがこうあって、まあ、インダストリーごとに分かれてるんですけど、まあ、僕はそこで、小売消費財のチームに最初行って、うん、その後金融機関の担当のチームに行って、まあ、保険会社の、まあ、M&A のアドバイスするチームにこう入れていただいて、まあ、あの財務分析させていただいたり、まあ、データルーム管理したり、まあ、まあそういうなんか下働きですよね、言ったらみたいなことをさせていただいてたんですか。当時一番辛かったことって何ですか？まあ、あんまり辛くなかったんですけど。タフですね。いや、あのなんかエクスペクテーションの問題かなとは思ってて、まあ、なんか大変だっていうのは聞いてたんで、なんかまあ、普通にまあ大変なんだろうなと思ってたし、まあ別に友達もいなかったし、あのまあ仕事をするために行ったみたいな部分があったんで、大変なことは別に、まあ、英語になれるとか、向こうの投資銀行に入ってらっしゃる方ってこと、ファイナンスを勉強してきてる方がもう多いので、だいぶ日本ってあんまりないじゃないですか、ファイナンス学部もないですし、なのでそういう意味では、まあそのファイナンス、コーポレートファイナンスにキャッチアップするとかっていうのは、まあ、あの大変というか、でもそれをやりに行ったんでっていう感じですか、ね、はい。今の仕事にも生きてて、この、まあ、5年間でしたっけ、一番勉強になったというか自分の血肉になったなって感じるのは何ですか？まあ、でも一生懸命やることの大事さみたいなのはなんか勉強になった気がしますけどね。それは多分どこの業界でもだと思うんですけど、社会人の基礎をいろいろ叩き込んでいただいたかなっていう。まあ、国が違っても、まあ、投資銀行をやることって、結構似てんでしょうね。そうですね、泥臭いですし、まあ、なんかこれを明日までに出すって言ったら、明日までに出さないってオプションもないみたいな、まあ、そのマインドセットみたいなのは結構勉強になったかなと思いますけど、はい。それでその上でウォートに行かれてますよね、はい、やっぱ MBA 行くっていうのはまあ王道のコースでもあると思うんですけど、もう一回じっくり勉強したいってのは。そうですね、なんかあの、まあ、王道のケースって、まあ、2年投資銀行やって2年プライベートエクイティ行って、で MBA 行くかヘッジファンドに行くかみたいなのが、まあ、いわゆる US のその当時の、今全然知らないですけど、その当時のこう US のオーソドックス、まあ、大体8割それぐらいみたいな。2年で辞めちゃうんですね。まあ、2年で辞めました。もうみんな投資銀行に来る人はもう2年プライベートエクイティに行くために投資銀行に来てみたいな人たちが多かったんで、で、まあ、僕はなんかあのもうちょっと長く投資銀行に行ってプライベートエクイティやってないんですけど、まあ、MBA は何ですかね、まあ学歴別にコンプレックスとかは別に全然なかったんですけど、まあなんか一緒にお仕事させていただいている方々が当然 US で教育を受けられていらっしゃる方々で、すごい優秀な人に囲まれてすごい仕事させてもらったなと思ってても、本当に何だろうな、頭がいいだけじゃなくて、まあ人としても度量ができてるし、まあなんかそれこそ英語ができない人にもすごく寛容だったりとか、カルチャーが違う人に寛容だったりとか、まあなんか本当にマチュリティが高い、なんかこんな人たちどうやったら育つんだろうなとかって僕は結構思ってたんですけど、まあなんかそういう人たちが受けてた教育ってどんなんだろうなみたいな感じで、まあ、僕大学に行くわけにいかなかったので、まあ、あの MBA っていうのがまあ一番近似値というかっていう感じだったっていう感じですかね、うん、すごい人が多かったって話ありましたけど、ゴールドマンの凄さってどこにあるって感じました？僕があんまりなんか偉そうに辞めちゃってるんで、なんかあんまりたならまやっぱカルチャーがすごい強い会社だなっていうのはなんか振り返ってみて思いますよね、まあ、マーケットとまあ投資銀行でちょっと性質違うんですけど、投資銀行の人とか方々に多分聞くと、まあ、なんとなく似たような答えが多分返ってくると思うんですよね。でそれってこうなんかカルチャー
だと思っていて、でまあなんかちょっと話飛躍しますけど、僕らの投資先とかでもとかカルチャーがあるっていうのはすごく大事。やっぱりそのお金じゃなくてこうミッションだけじゃなくてこうなんかどうやって醸成されてるのか僕もよく分かんないですけど、まあなんかみんな同じことを大事だと会社においては思ってるみたいなことっていうのはすごく大事なのかなっていうふうに思います。ゴールドマンのカルチャーって一言で言うとどんなカルチャーですか？まあ、クライアントファーストとチームワークっていうのは結構あるのかなっていうのと、まあ、あと絶対諦めないみたいな、案件とかも無理だと思ってもひっくり返しに行ったりみたいなことを結構普通にするので、ニューヨークは少なくとも、まあ、他の地域、まあ、日本も含めて全然分かんないですけどっていうような印象ですかね。うん、MBA2 年行ってみてどうでした？期待通りだったか、なんか得たものとか、うん、そういうのも含めて。あんまりなんか正直に喋りすぎるとあるかもしれないですけど。正直に喋ってください。いや、なんかゴールドマンにいた人の方が全然優秀だったなと思いますよ。あのそれはやっぱり楽しかったです。すごい楽しかったし、まあ、いろんなバックグラウンドの方が本当にいらっしゃって、それこそこうアメリカの元軍人の方とかがいて、ああいう人たちがすごくやっぱりこうアメリカの中ではリスペクトされてるみたいなことをこう肌で感じる機会って多分なかなかないですし、言い方あれですけど、なんか軍人っていうとこうなんか別にすごく頭がいいとかってイメージないんですけども、めちゃくちゃ優秀、まあ、士官学校とかそういうとこマリンコープとか出てる人とかもめちゃくちゃ優秀だったりとか、まあ、そういうなんか多様性に触れるすごい一番いい機会だったのかなと思いますよね。やっぱまあ人種もそうだし言語もそうだし、まあ、バックグラウンドもそうだしっていう意味では、はい、ゴールドマンとまた違う形の多様性を味わったと。あ、もう全然違うと思いますね。はい、分かりました。その後なんかインターンとかして、まあ、いろんなことで、まあ、あの香港とかですかね、一つ興味を持ったんだと思います。その後、いや香港には別に興味なかったんですけど、全然行きたくもなくて、うん、どういう縁があったんですか？MBA の時に大体みんなサマーインターンっていうのやるんですけど、うん、まあ、その時にこうなんだろうな、まあ、結構ストレッチエクスペリエンスっていうふうにこうウォートンは言われてて、まあ、なんか学生であるからこそあんまりこうリスクないよねみたいな、こうなんかそこで学生中に何か事業をやったりとか、なんか経験をしてもなんか、まあ、別にウォートンという学歴は残るから、まあ、なんかあんまりダウンサイドないよねみたいな考え方があって、まあ、だったらできるだけチャレンジしましょうみたいなことを結構 言ってたんですよね。まあ、今は分かんないですけど、その当時は。で、なんとなくバイサイドやってみたいなっていうのはこう思っていたので、じゃあバイサイドだろうなって思ってたんですけど、でたまたまなんか今あるファンドのインターンのオファーというかジョブポスティングみたいなのがこうあって、でそれをこう見ていて、アジアで働いたことなかったし、まあ、香港多分まあ本当ちっちゃい頃に行ったことあるかないかぐらいだったんですけど、まあ、なんとなく中華系っていうのもなんか話聞いてるとなんかグローバルで大事な感じなのかなとか思って、まあ、そういうところでまあ2ヶ月ぐらいサマーインターンするのは別になんか悪い経験じゃないだろうなっていうこう思って受けたら、結構幸運にもオファーをいただいて、まあ、そこでとりあえずサマーインターンやってみようかなっていうような感じ。その流れで勤務まですることになったんですね。そうですね、はい、さっき投資銀行からそのプライベートエクイティに行きたがる人が多いって当時から言ってましたけど、うん、プライベートエクイティは考えなかったんですか？僕は、はい、なんかあんまり考えてなかったですかね。なんでですか？まあ、僕は当然多分まあ日本人だったしファイナンスマクランドもないんで、多分なんかスタートが遅かったと思うんですよ、他の同期と比べて。キャッチアップするのにも多分時間かかってたし、ゴールドマンにいることによって、まあ、得れるものっていうのは、まあ、自分なりに全然あるだろうなと思ったんで、まあ、今振り返ってれば行ってみて、見てもよかったのかな、まあ、分かんないです、入れたか分かんないですけどと思いますけどっていう感じですかね。過去のインタビューでも自分は別に優秀ではないって書いてましたけど。優秀じゃないと思います全然、はい、なんでそう思うんですか？常に食いついてきた。いや、まあ、なんかいやいや、ラッキーで生きてきてるんで、あんまりいろんな人方に助けていただいて、あんまり別に優秀だって思ったこともないですし、うん、周りにすごい人が多すぎたっていうのは。いや、でも今もスタートアップの方々とかお話しさせていただく機会もあって、まあ、それこそ佐々木さんもいろんな方お会いして、まあ、みんな優秀だなと思いませんか？そうですか、謙虚で言ってる。いやいや、でも思いません本当になんかめちゃくちゃみんな優秀だなとか思って。あ、その優秀優秀じゃないを見極めるポイントっていうのは森田さんの価値観。いやね、それ難しいですよね。それが分かるなら、うん、もっとアーリーステージとかの投資もやればいいのかなと思うんですけど、うん、そのアーリーステージの投資って話になってきましたけど、このクロスボーダーファンド、まあ、2つ目に行きましょう、はい、パート2で仕事内容ってことなんですけど、どんな仕事内容なんですか？率直に言うと毎日どんなことをやって、どういうことに時間を使っていって、どんな意思決定をするのかって。基本的には、うん、まあ、
クロスボーダーだからとか、パブリックだからとかっていうのはあまり関係なくて、うん、まあ、投資対象を分析するっていうのが基本的な仕事ですよね、うん、で上場株だと、まあ、アクセスがある情報が限られていて、まあ、プライベートも当然限られてはいるんですけれども、まあ、よりもうちょっとこう深いデータをいただけることがあるので、まあ、そういったデータと向き合ったりとか、まあ、なんかまあリサーチレポート読んだりとか、会社への理解を深めて、まあ、投資対象として投資して、まあ、まあ最終的にはリターンを出すことが目的なので、リターンを出せるかっていうことをこう常に考えながら議論していくっていう、そういう形ですかね。その分析ってもうちょっと詳しく言うとどんな軸があるんですか？例えばまさしくそのレポート読んだり自分で数字とか見て分析したりもあれば、インタビュー直接したりとか周辺の人にいろいろ聞いたりとかいろいろあるじゃないですか、うん、どういう形の分析が多いんですか？もう全部やります。もう全部、はい、うん、まあ、財務分析もやりますし、まあ、ユーザーの方とお話しさせていただいたりとか、うん、まあ、サプライヤーの方とお話しさせていただいたりとか、うん、リファレンス取ったりとかもしますし、サーベイ取ったりもしますし、うん、リテールの店だったら店の前ってなんか客数カウントしてしたりとか、そういうこともあったりとか、まあ本当様々ですね。使えるものは全部使って、まあなんかそれこそオンラインのデータベンダーからデータもらってきたりとかもやりますし、基本はまあ分析の仕事が長い、人に会う時間もね長いでしょ。そうですね、分析が多いですかね。朝から晩までいろいろ読んだりとか、インプットの時間長いですね。そうですね、プライベートの方は実はそれにこうソーシングっていうのがあるんで、それはちょっとパブリックと一番違うところですよね。まあなんでこういろんな方にご挨拶させていただいて、今回こういうのに出させていただくのもこう我々を知っていただくみたいな、まあそういうなんか PR であったりとか、まあちょっとこういうバンドがあるんで調達する時があれば頭の片隅にでも入れといてくださいみたいな話をこうするっていうのは営業みたいなもんですよね。もう営業、まあ、そういう意味でちょっとバンキングに近いですよね、うん、で僕は何か思ってます、やってると、うん、日本でそのソーシングするためにどんなことやってるんですか？結構海外にいるってことは結構不利な面もあるじゃないですか。いやもうひたすら、うん、なんですかね、難しいな、まあ、ソーシング、まあ、あんまりできてないと思うんですけど、なんでもうちょっとこう向上しなきゃいけないなとは思うんですけれども、うん、まあ、定期的にいろんな方にお話しさせていただいたりとか、うん、まあ、それこそ VC の方々にご挨拶させていただいたりであったりとか、うん、そういう感じですかね。香港から見てて日本のスタートアップって見えやすいですか？なんか例えばまあ他の香港の在住の人から聞いたら、やっぱり日本の株に投資したいんだけど、スタートアップに投資したいんだけど、なかなかコネクションとかなかったり、どのスタートアップがいいとか全然見えないんで、投資したくてもなかなかしにくいと、まあ、それ香港人の人ですけどね。そういうのってあんまりないんですか？まあでもなんかやろうと思えば別にできる、まあ、まあ多少やっぱ時間と努力は必要だと思うんですよね。こうパブリックみたいにこうバーってリストが出てくるわけでもないですし、まあ、なんですけど最近はそのなんか証券会社のカンファレンスにプライベートの会社が出るみたいなことも増えたりしてるじゃないですか、まあ、なんでそういうところに行かれたら、ね、全然コネクションはできるのかなと思いますけど、そんな感じでソーシングして、その上でいろいろ分析して、そうですね、分析して、まあ、資料、社内資料を作って投資委員会通してみたいなことをプライベートはやってるって感じですかね。投資案件って、投資って何件ぐらいするんですか？例えば年に決めてないです、僕らは決めてなくて、はい、別になんか僕らの仕事は投資するのが仕事じゃなくてリターンを出すことが仕事なので、うん、なんか別に投資を断ることは別に悪いことじゃないとは思ってますし、うん、なんで別になんか0件の投資があっても全然いいと思いますし、うん、別に10件の投資があってもいいと思いますし、うん、あまり数を別に追っても意味がないというか、そうですよね、うん、その精選する中で選ぶポイント、持ち田さんとしてのポイントと、あと対ボンとしての組織としてのポイントとかいろいろあると思うんですけど、うん、どういう事故を一番大事にされてるんですか？みんな多分好きなビジネスに似てると思うんですよね。なんか機関投資家、やっぱ例えば市場規模が大きくて、うん、参入障壁が高くて、うん、まあ、競合優勢があって、まあ、プロダクトが良くてみたいな、うんうん、まあ、そういうの多分みんな好きだと思うんで、僕らもそういうの好きですし、まあ、あとはなんか最近すごい思うのは、日本っていうマーケットで伸びるのかみたいなところはなんかちゃんと考えなきゃいけないのかなっていうのは結構思いますよね。まあ、だからつまりその US だとプロダクトレッドグロースみたいな話があって、まあ、プロダクトさえ良ければみたいな感じで、まあ、実際そうじゃないですけど多分そういうふうに聞こえてくると思うんですよ、日本にいると。まあ、だから日本ってじゃあ SIR が例えばじゃあこれだけこうまだいらっしゃる世界観で、まあ、じゃあ実はより営業って大事なんじゃないのと
か、うん、じゃあ営業組織を作れる人とかってちゃんといるんだっけとか、まあ、なんかそういうところ、まあ、特に B 向けの話ですけど今のそういうところであったり、まあ、やっぱチームはすごい大事だなと思いますよね。まあ、でもそれはもうでも本当多分みんなそう思ってると思うんですけど、うん、どういうチームがいいのかっていうのは結構難しい。それじゃあ皆さん基準が似てるとしたら選びたい投資したいと思うスタートアップってほぼ同じになってくるじゃないですか、うん、その時にどうやって勝ち取るんですか。もうお願いするってひたすらお願いするっていう。結局最後そこになるんですね。お願いとか信頼関係とかね。まあそうですね。だからあとなんかなんだろうな、でもなんか思うのはどういう投資家がいいのかっていうのは多分なんか僕らはなるべく考えるようにしていて、まあ、例えばじゃあ今こういうマーケットで半年前とか、まあ、去年の9月前とかもう本当いろんな投資家が海外投資家がやりたいですやりたいですって日本来てたと思うんですよ。でもやってたかやってないかっていうのを毎回ちょっと置いといて、もうやりたいですって言って、まあ、じゃあそこそこ大きいスタートアップの方々がじゃあ海外投資家紹介してくださいって言って10個スロット上げたらもう全部埋まっちゃいますみたいな、じゃあと思うんですけど、まあ、こういうマーケットになって、まあ、いなくなってる人たちが多いわけですよね、うん、でもじゃあそういう人たちに投資してほしいのかみたいなところもあると思いますし、まあ、我々日本のコミットメントはすごく高くて、うん、まあ、今年も何件も投資させていただいてますし、まあ、なんか例えばその日本に対するコミットメントをちゃんと理解していただくとか、まあ、あとはなんかあんま、まあ、なんか我々がこうできることみたいなことをこう丁寧に説明させていただくとか、まあ、なんかそういうことをやってまあ理解いただくみたいな感じかなとは思いますけど、うん、指標が悪いからってすぐ引くって感じじゃないんですね。全然僕らはそうですね、まあ、当然見る目線が厳しくなったりとか見るポイントが多少変わったりみたいなのはこう常に別に今だからとかじゃなくてこう常にあると思うんですけれども、うん、日本はすごい大事なマーケットっていうことは変わりないっていう感じですかね。日本っていうマーケットがある程度魅力があるのは何でなんですか。未上場の文脈で言うと、うん、まあ、とはいえこう世界で第三の経済大国で、うん、まあ、これだけインフラが整っていて、まあ、インターネット、まあ、テックエネーブルなビジネスがこう発展する余剰があって、まあ、教育水準も高くて、まあ、優秀な人たちが多いですと。とはいえこう特殊な商習慣とか言語の壁とかがあるんで、うん、まあ、なんか US のものをパッと持ってきて、まあ、いいですよねとか、まあ、中国のもの、まあね、中国と日本の関係も別にあるんで、なんか中国が簡単にこう日本に来てばってできるみたいな話でもないので、こう国としての参入障壁みたいな、なんかこう日本に根ざしたサービスじゃないと成功しない可能性は結構高いのかなと思っていて、まあ、なのにこうタムが大きくてペネトレーション率が浸透率がまだ低くてっていうのはなんかあのオポチュニティではあると思います、うん、今までスタートアップ市場があんまり開発されてこなかっただけに、うん、これからの伸びしろが相対的にあるとも考えられるわけですよね。そうですね。あとやっぱり一番大事なのは僕は優秀な方々が今までだったらこうスタートアップってオプションなかったと思う、既存のメガベンチャーみたいな人たち、まあサイバーとかリクルートとか、まあまあそういうテック系の人からもどん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 人がスタートアップ行ってますし、まあコンサルからもどんどん行ってますし、まあそれこそじゃあ IBD からもじゃあ CFO って言ったらもう結構最近モルスターの方が多かったり GS の方が多かったりっていう、そのなんかお金もついてきてるし人もついてきて、こうなんかエコシストとしてこうちょっとずつうまくいい方向に回り出してるのかなみたいな感じは受けますよ、うんうん、そうですよね、うん、そういった中でなんかファンドに求められる役割も、ね、増えていると思うんですけど、ファンドを運用する人に求められるスキルセット、マインドセット、次のパート3のところですけど、はい、これって どういうのが大事だと思ってますか。僕ら VC じゃないので、うん、ファンドですね。そうですね、まあ、やってることはこう行動としては一緒なんですけど、なんかこう投資してるステージの会社が全然違うので、うん、まあ、なんか僕全然 VC やったことないんで分かんないですけど、まあ、VC の方々ってもうちょっとこうなんですかね、こう人であったりとかアイディアに対してこう投資をしてもう一緒にこう入り込んで壁打ちしてこう事業がこう本当ゼロからこう大きくなるのをサポートされるっていう風にな役割っていう理解で、もう僕らは本当 VC の方々には尊敬しかなくて、まあ、僕らは本当できないようなことばっかりなの で僕らみたいなこうレートステージのファンドに必要なスキルっていう、こう文脈で言うと、はい、何なんですかね。でも本当誰でもできると思いますよ。誰でもできるって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、新しいものに触れるのが好きな人がいいですよね、きっと。多分、まあ、スタートアップとかって多分、まあ、別に投資家じゃなくても、うん、起業家の方もそうだし、スタートアップで働く人もそうだし、こう何かこう新しいもの
に携わりたいみたいなものとかっていうのはマインドセットは大事なのかなと思うんですけど、わかんないです。なんかスキルセットあんまりないような気もしますね。まあファイナンスとかみんな、まあまあそのベーシックなファイナンスとか、まあそういうのあるかもしれないですけど、うんうん、誰でもなれると。まあ誰、まあ誰でも、いや誰でもなれると思いますよ。大したことやってないの本当に。なんでそう思うんですか。でもなんか本当に特別なことをやってない。あ、まあ、パブリックはやっぱそのなんか歪みを見つけるみたいな感覚みたいなの多分すごい大事なんだろうなっていうのは思いますよね。なんかその業績を当てる仕事じゃなくて株価を当てる仕事なんで、まあなんかマーケットが違うよなっていうことをこう感じるとか気づくとか、そういうのはすごい大事。そういう人がやっぱり儲かるんだろうなと思いますけど。嗅覚みたいな。そうですね。なんかこれ絶対おかしいよねって思うこと。はあ、うん。そういうの当たる人はもうしょっちゅう当たるんですか。当たらない人はどうなんですかね。でもなんか投資家って大体なんか、うん、どんなにいい人でも勝率は6割とかいますよね。あ、けど6割ある、ね。勝率は6割だけど、うん、6割に8割のキャピタルを例えば張ってたりとか。リターンって勝率かけるそのキャピタルアロケーションじゃないですか。うんうん、なんでこうなんか。勝ってるところにどれぐらいキャピタルを張れてるかみたいなところはあると思いますけど、持田さんってやっぱ投資大好きなんですか。うん、どうなんですかね。いやでも僕なんかより投資好きな人いっぱいいると思いますよ本当に。なんか、うん、パブリックマーケットとやっぱ未上場で全然違うので、うん、投資っていう風に言っても僕なんか結構その事業をやってる方とお話しさせていただくのは、まあ、なんか自分がやったことないっていうのもあるし、うん、まあ面白いと思うんですよね。じゃあ例えばじゃあそれを佐々木さんと話して、うん、じゃあこういう事業をどういう思いで立ち上げられて、じゃあどういうエコノミクスになってて、じゃあどういうふうに伸ばしてて、どこの KPI が、ね、伸ばしたら伸びるっていうふうにこう思ってらっしゃって、どこの前もちょっと逆取材されました、ね、どこのコストがオペレーティングレバレージでマージンどれぐらいになるんだろうなみたいな話とかっていうのとか、まあ、じゃあ例えばじゃあどういう人が見てるんですかとか、なんかそういうのとか視聴滞留時間どれぐらいなんですかとか聞くの結構好きなんですけど、うん、パブリックが本当に好きな人たちはもうなんか決算をこう、はい、当てたりとか、うんうん、なんかこうマーケットの歪みをこう見つけるのがめちゃくちゃ好きな人とかもいたりして、うん、本当人それぞれっていうか、なんか本当投資って言っても全然種類が違うと思います。うん、その両方見れるって結構貴重な立場ですよね。なかなかないですよね。そうですね。なんかまあファンドから上場未上場両方やってもいいよっていうふうに言われてるのはすごいありがたいなと思いますし、まあ、ただなんか僕らは、まあ、上場株を見てても事業好きな人もいて、うん、まあ、なんかスタイルにもよると思うんですけど、例えばこうイベントドリブンと呼ばれるようなファンドとかってもなんかこうイベント系、まあ、なんかコーポレートイベントがあるところにこう貼ったりとかする人とか、決算当てに行く人とか、まあ、そういう人たちはちょっと我々種類違うかなっていう感じですか。そしたらまあスキルセットマインドセット特にないってことですよね。ないです。まあマインドセットはでもオープンであることは大事だと思います。お、なんかやっぱりこのこれってこうなった方がいいよねっていうのをこの人が便利だよねっていうことをこう考えてエキサイトできるかみたいな。で多分その起業家の人だし、それってそれの極致だと思うんです。なんかこういう世の中ってこうなるべきじゃんみたいなのがあって、で投資家の方々って多分起業家ほどそこの1個のトピックに強い思いやる思い入れがあるわけじゃないけど、まあなんかいくつかのトピックで、まあそういうの見て、あそうだよね、そういうふうな世界来るよねみたいなこと、例えばじゃあまあ e コマース来るよねって、世の中世界中の人たちがねオンラインで物頼めるようになるよね、レストランフードデリバリーも来るよねとか、じゃあ来るサース化するよねとか、だからまあ今のはすごい超大きいテーマですけど、例えばセクターによってもうちょっと違うペインを解決してる会社があって、そういう話を聞いて、まあそういう未来にこうなんか共感できるみたいなのが結構大事かもしれないです。マインドセットとしてはオープンに、うん、受け入れられるってことですね。はい、あ、内田さんはそこは得意なんですね。どうなんですかね、まあ、好きですけどね、うん、そういうの話を聞くのはなんかすごいなんか考えたこともないような話をいつも聞かせてくれるので、起業家の方々って、うんうんうん、それはすごい面白いなと思います。なんか持田さんのようにそういったクロスボーダーのファンドで働きたいっていう人、若い人とか多いと思うんですけど、いるんですかね。ぜひ いると思いますよ。ぜひ待望に応募していただければ。どうやったらそういうとこ入れるんですか。すごいハードル高いと思うんですけど。ハードル高いんですかね、まあ、でも日本は数がやっぱり少ないですよね、クロスオーバー、うん、まあ、まあクロスオーバーの定義にもよると思うんですけど、うん、数が少ないし、まあ、クロスオーバーってこう、まあ、ある程度のファイナンスのバックグラウンドがあったりとか、はい、まあ、コンサルのバックグラウンドがある方だったら全然
大丈夫だと思いますし、まあなんか別にそういうバックグラウンドなくても、まあスタートアップで働いてましたとか、うん、そういう方でも全然多分大丈夫だと思いますけど、うんうん、そんなに絶対無理ってわけじゃないですか。全然誰でも、うん、そういうファンドって香港ならいっぱいあるんですか。どうなんですか、まあ、中国とかアメリカ多いですよね、やっぱり、まあ、インドとかも多いですし、東南アジアみたいなところも大きいところがいっぱいありますけれども、うん、まあ、日本をや積極的にやってるところっていうのは、まあ、いっぱいあるんですけど、うん、なんだろうな、その中国とか US と比べるとそんなに大きくないのかなっていうような感じはしますよね。うん、うん、内田さんの今後も含めてなんですけど、まあ、パート4にも絡むところなんですけど、はい、今後どういう仕事をしていきたいっていうか、金融マンって言って言い方古いかもしれないですけど、うん、どういうふうにご自分のキャリアって今後考えてらっしゃいますか。いや悩ましい悩ましいですね。今度ご相談にプライベートで乗っていただけたら嬉しいんですけど、いやいやいや、まあ、スタートアップ本当に構造的に日本は、うん、もしかしたらものすごいエコシステムになるかもしれないなとは思うので、うん、成長産業に関わってることってすっごい大事だと思ってて、ああ、まあ、これ投資の時も言うんですけど、なんだっけな、いいネイバーフットにある悪い家と、悪いネイバーフットにあるいい家と、まあ、じゃあどっち買った方がいいですかみたいな話があって、まあ、これってこう、まあ、投資で言うと絶対いいネイバーフットにある悪い家を買った方がいいんです、うん、まあ、そこら辺の地価が全部あって上がるからみたいな、そういう話なんですけど、はい、テックとかスタートアップ業界ってやっぱこれから日本でも伸びていくと思うんですね。大きくなっていくと思うんですよ、産業としてですね。で、まあ、なんかそこにこう、まあ、キャリアとして、まあ、まあ僕は今投資家っていう形で関わってるし、まあ引き続き多分そういう形になると思うんですけど、そういう形で関わっていくと、まあなんかその、まあお金だけじゃなくて、こういろんな面白い経験ができたりとか、いろんな面白い人とか方々とね、お話しさせていただく機会もあると思うんで、まあ人生としてはすごいそういうのはこう面白いだろうなと思うんですけど、うんうん、でご自分で起業したりとか、なんかすごくでっかいスタートアップの CFO とか、なんかそういうのやったりとか。いやいやいや、僕は CFO には向いてないと思いますし、僕にはできないと思うんであれですけど。なんで CFO 向いてないと思われるんですか。細かいことが好きじゃないみたいな細かいことが好きじゃないし、あんまり、まあ、すごい偉そうって言われるんで、まあ、CFO の方々ってCFO の方々とこ、ね、いろんな銀行さんとの関係とかやったりとかいけなかったりとかもしますし、なんかそこを含めてやっぱすごい日本のスタートアップに対して今はすごく思いあると思うんですけど、パート4でやっぱ外から見てて日本のスタートアップ今伸びると思うんですけど、さらに飛躍していくポイントとか、なんか過去のインタビューでもやっぱ海外進出はあまりいたずらに急がない方がいいであるとか、いろんなアドバイスされてたと思うんですけど、まあ、外から見てるからこそ、まあ、なんかそうですね、これなんか僕も波があって、なんかあんまり偉そうなこと言わない方がいいのかなと思ってたんですよね。で、いやで、それはなんか本当に起業家の方とか中で働いてくれる方にリスペクトは僕もそうだし、うちのファンドはもうめちゃくちゃあって、まあなんか、まあ僕らが別にやったことないですし、企業を作ることなんてやったことないし、まあそこに対してのリスペクトはあるので、あんまりなんか言わない方がいいのかなとか思ってたんですけど、まあなんか最近、まあなんか、まあ言うのも仕事だよなとかっていうふうにこう思ってきたので、まあリスペクトがある前提で辛口キャラでどんどん言ってください。いや、お話しさせていただくと、まあエコシステムとして大きくなることは間違いないと思いますけど、まあ最近の上場会社のマザーズに上場した会社の、まあ、決算とかを見ると、まあ、本当ひどい、あんな、ああいう会社たちが上場してて本当にいいのかみたいな議論は多分なんかもっとされるべきだし、はい、プライベートに投資してる身としてはマザーズマーケットっていうのはすごいありがたいですよね。 IPO のハードルが低いので出しやすいので、まあ、そのマーケットがあることはいいんだけれども、じゃあ上場会社に投資してる身としては、ああいう会社が、そういう会社たちがこうどん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 まあ、パブリックに出てきて、まあ、リテールの方も損したりとか、おもちゃになっちゃったりみたいなことがあることが、果たして正しい資本市場のあるべき姿なのかみたいなことを言うと、まあ、マザーズマーケットない方がいいのかなとか思ったりもします。で、最近すごい思うのは、その面白い事業もあるし、ちゃんとレベニューも伸びてる会社もあるしけれども、なんかスタートアップはいいんですけど、まあ、上場したら上場会社にならないとダメだよねとは思って、それができてない会社がすごく多い。どういう意味ですか。まあ、決算すごくミスったりとか、IPO の時に約束してたことができてなかったりとか、まあ当たり前のことですよね。なんかそれをできてないような状態で IPO していて、それがどんどんスタートアップへの信用はなくなっていくわけです。今なんか、あの海外のヘッジファンドとか話したら、もう全然 IPO マーケットなんて触りたくないですみたいな、まあなんかおもちゃみたいな会社じゃんみたいな。
あ、全部見せるじゃんみたいな、全部ショートしようよみたいな、まあ、そういう感じですよ。日本の、まあ、日本のスタートアップは、まあ、まあ、もちろんこういうマーケットだからっていうのはあると思うんですけど、でなんかそれだとやっぱり良くないと思うんですよ、長期的に考えたら。で、はい、あとはやっぱりそのなんか上場会社とは何ぞやみたいなこう話がこうあって、やっぱりこう予想を出して、まあ、それをしっかりこうちょっとずつビートしつつ、まあ、株主の方々に迷惑をかけないようにしっかり投資すると。で、まあ、メルカリとかもそうですし、 LINE とかもそうですし、まあ、いい、すごくいい会社だと思いますけど、まあ、で、まあ、今の言った2社はすごく大きく IPO されてすごい成功してる会社だと思うんですけど、まあ、もうちょっとこう小さい会社でも、あのスタートアップサース系の会社でも新しいことをやったりとかいきなり投資したりするんだったら、なんか上場前にやってくれと思うんですよね。ああ、海外進出とか、そうです、なんか IPO していや僕らじゃあ海外進出しますとかって、別になんかそれ別になんか未上場の時にやればいいじゃんと思うんですよ、だからなんか上場っていうのはこうもうちょっとこうマチュアでちゃんと利益が出て、まあ利益を徐々にしっかり伸ばしていくみたいなフェーズになって、新しいチャレンジがしたいのであれば別にした方がいいと思うんですけど、別にそれ上場会社でやる必要ないじゃないですか。確かにね、別に。で、すごい本末転倒で企業家と話すと、いやいや全然分かってないみたいな、俺ら10年後見てるんだみたいな話するんですけど、じゃあ10年後見てるんだったら別に上場しなきゃいいんですよ、今別にこの瞬間。そうですね、まあ、それはこうちょっと極論で、まあいろんな VC の方々とかあったりとか、まあ上場すると採用が楽になるとか、まあお客さんが取りやすいとかいろいろあるんですけど、なんか例えば Google とかだってめちゃくちゃアホみたいなことに投資してたりとか、もういろんなことに投資してるじゃないですか。だけどじゃあなんであんまり何も言われないかっていうと、まあちゃんとマージン上がってるんですよ最近。めちゃくちゃ切り上がってて株価超アウトパフォームしてて、でそういうのを見て、あ、 Google も投資してんだから俺らもって言ってやって、まあじゃあ全体黒字だったのが赤字になりますとか赤字掘りますとかってなんか違う、あ、それよく分かりますとは思いますよね。その上場会社、すいません、なんかちょっと愚痴みたいになっちゃいましたけど、でもなんかとは思います。まあそれ今スタートアップに思ってることっていうわけじゃないですけど、でもなんかそういう意味でちょっとインマチュア、未上場の投資としては素晴らしい会社多いんですけど、上場株の投資家とかとしてこう見るとちょっとインマチュアな会社が結構早くだから行き過ぎちゃってると思うんですよね。ちょっと高校生大学生のうちにやっとかなきゃいけないことを社会人の後に、そう、あ、もう本当そういう感じだと思います。ってことですよね。あと中学生のうちに上場しちゃうってことですよね、はい、そうですね。確かに別にいいじゃんって考え方もあると思うんですけど、やっぱりそういうことをこうがトレンドになっちゃうと、やっぱり結構日本のマーケット自体の魅力が海外から見て落ちてっちゃうみたいなこう部分はあるような気はします。すでにそうなってるところがあるわけ、まあ、なんとなくなってるような気はしますけどね。僕もこの間だから香港に帰って、久しぶりに上場株だけ見てる、まあゴリゴリの、まあ超大きいファンドで働いてる、まあ、ヘッジファンドとか機関投資家の人とか話したら、もうスタートアップのカンファレンスとか出ても話してももう厳しいご意見がもう、うん、業界全体に対する信頼が下がってるんですね。そうですね、うん、あ、それ日本特有の現象ですか。まあ、日本は特にユニークだと思います、そういう意味では。うん、うん、ロース市場、マザーズ市場なくていいんでしょうね。うん、っていうと VC の人たちに怒られるかもしれないですけど、まあ、でもなんか難しいですよね。いいところもあれば、僕らもだからさっき言った通り未上場投資家としては、まあ、IPO できるっていうオプションがあるのはいいことだとは思うんですけど、なんか当初って歪んでますよね、考え方がとは思いますけど。そうですね、うん、M&A ならいいんですかね。まだ M&A はもう日本少ないじゃないですか。あ、なんかその議論、僕なんか誰かと昨日か誰かとしてたんですけど、よくある議論ですけど、うん、まあ、だからマザーズが閉まれば MA が増えるんじゃないかみたいな議論もありますよね。確かにそうです。だからなんかそれがなんか果たして本当にそうなのかみたいな話もこうあったりもしますけど、なんかマーケットキャップ50億とかで上場会社とか、なんか US の投資家とかからすると何それみたいな笑われるみたいな、何のためにやるんですかみたいな、なんかのは結構あると思うんで、まあ、そういう人たちを別に全否定してるわけじゃないんですけど、やっぱ例えばメルカリみたいな成功例が出てくると盛り上がると思うんですよね。なんかああいうスタートアップがこうどんどん出てきてて、まあ、ちゃんと日本のスタートアップってインベスタブルだよねっていうふうに海外の投資家とかに思ってもらえると、まあ、長期的に見るとエコシステムとしてはいいのかなみたいな感じがあります。海外進出についてはどうですか。なんか僕は海外進出に反対してるみたいな、
ことをなんか最初のインタビューで僕言ってすごいいろんな人になんか僕は海外進出をすごい嫌ってるっていうふうにいろんな方々にご意見頂戴してありがたいんですけど、いや海外進出したかったらすればいいと思いますけど、なんか別になんか未上場の時にやってくださいっていう感じもありますし、まあなんかいやだからそのまあ特に海外進出とか最近とかだとメルカリとか頑張ってると思いますけど、まあなんか別に本業でお金をちゃんと出して利益がちゃんと全体の利益率が上がってきながらの範囲だったらいいと思うんですよ。でまあなんか別にだから全然悪いとは思わないですけど、なんかそのキャピタルアロケーションみたいなこう観点で考えたら、じゃあベースがまあじゃあ今わかんないですけど1000億とか2000億くらいの GMV がこう あって、まあじゃ あのストアフロントではまあ小さいマーチャットの中でまあトッププレイヤーですってことになってるわけじゃないですか。彼らがそこに追加で投資する1ドルと、じゃあアメリカやりますって言って追加する1ドルと、じゃあどっちが ROI 高いのかっていう話だと思っていて、まあその瞬間の1ドルの ROI の話だけじゃなくて、じゃあそこを US が大きくなった時にじゃあどれぐらいの期間で回収できるのかみたいなところとかをこう考えると、日本の EC 市場が10兆とか20兆とか10兆とか、まあストアフロントのマーケットサイズが10兆とかある中で、じゃあまあ数千億1000億とか2000億とかしか持ってない中で、ここがもう飽和状態なら別に海外行くっていうオプションもあると思うんですけど、まだまだあるってここ言ってるんだったらここまず取り切ろうよみたいな感じの考え方です、僕はキャピタルアロケーションとして。でまあ別に海外やりたいとか多分言ってないんで、今ちょっと本当一例ですけど、投資家的にそういうなんか合理的に判断した方がいいって、そうですね、目の前によりいい投資対象があるので、そこがしかもまだまだ大きいって言ってるのに、なんで違うところに行くのみたいなっていうのは、まあ何か長期的には行った方がいいとか、まあそういう議論あるし、何かファウンダーの方の思いであったりとかっていうのも当然あると思うんですけど、まあでも何か日本ってその海外で成功してる会社ないとかって言いますけど、別にソニーもあるし、トヨタもあるし、別になんか。そんな焦ってなんか自分たちを卑下する必要は僕らは全くないのかなと思ってて、まあ US の会社がちょっと特殊で、海外で逆に成功しすぎ、で US がスペシャルなんだと思うんですよね。で韓国でもまあわかんないですけど、まあネイバー日本でちょっと成功してたりとか、オーストラリアのアトラシアンが US で成功してるとか、まあちょいちょいケースはありますけど、なんかそんなに別になんか中国の会社、韓国の会社、わかんないです、ヨーロッパの会社全部が全部なんか海外ですごいものすごい成功してるわけじゃないんで、すごい日本が劣ってるとも思わないし、卑下する必要もないので、なんか話すとこう結構やっぱみんな、いやなんか日本人は海外に行けてないとかって言うじゃないですか。そうですね。そんな風になんか思わなくてもいいんじゃないのかなと思います。あんまり逆に感じ、それをなんか意識しすぎると島国根性って逆にそこに出てくる。いやそうですね。まあでもね、スタートアップでもそこスマートニュースとか、まあ、US でめちゃくちゃあのパフォーマンスが出てるっていう話を聞いたりするんで、まあ徐々にあるんだと思いますけど。分かりました、ありがとうございます。それでは最後は持田さんに、はい、日本のスタートアップ業界とか起業家とかファンド目指したい人とかにちょっとメッセージもらってもいいですか。はい、分かりました、はい、ちょっと悩んだんですけれども、はい、はい、じゃあこういう感じですかね。チャレンジっていうことで、悩んだ末にすごくシンプルなメッセージです。そうですね、いやなんかこうなんか対象が広かったんで、あれかなと思ったんですけど、まあ起業家の方とかはねすごいチャレンジしていただきたいですし、まあなんか投資家目指す方も当然なんかスタートアップの人たちってこうなんか既存のものをこう変えていく上でこう成り立つので、こうまあいろんなことに対してのこうチャレンジが多分あると思うんですよね。どんなチャレンジしたらいいですかね。チャレンジもいろいろあるじゃないですか。今起業しようとか、あとまあスタートアップに行くか行かないかとか迷ってる方とか、まあいらっしゃるんだったら、まあなんかあんまりなんか考えずに僕やってみた方がいいと思うんですよ。おー、うん、なんか向こう見ずにやるのは良くないと思いますけど、別になんかなんかいろんなことにの失敗がだいぶ許容される世の中にもなってきてると思いますし、別になんかあの終身雇用の世の中ではもう全然なくなってきてるし、まあなんか言ってそのスタートアップが潰れてもそれが経験だよねって多分言う人たちの方が多いと思うし、まあそういうところに行って、まあ普通の一般的な企業でもらえるこうリスポンシビリティとかよりも多くいろんなことを経験した1年の方が全然なんか濃いと思うので、なんかそういう意味ではあれで、まあ企業に関してもお金もいろいろ集まるマーケットになってきてますし、まあそれこそねこういうあのいろんな方のインタビューとかをこう
にアクセスがある世の中になってるから、まあ、そういう考えをこうなんか起業するにもこういろんなのが見える、いろんな意味でやりやすくなってると、チャレンジしやすい環境はできてきてると思うので、まあ、なんかあんまりこうなんか考えずにやるのがいいのかなと思いますけど。わかりました、はい。まあ、例えば持田さんにアクセスしたいときはどうすればいいんですか、起業家の人が。僕のツイッターに、じゃあツイッターのダイレクトメッセージで OK ですか。ツイッターに DM をいただくか、はい、まあ、大本のウェブサイトからメールをいただくか、まあ、でもツイッターがいいですかね、はい、ツイッターで、はい、ツイッターで。すみません、ご連絡します。あ、します、頑張ります。そうなんで、はい、ぜひ皆さん興味ある人はお聞きください。すみません、ありがとうございました。今日持田さん熱いメッセージありがとうございました。すみません、はい、この番組ドリームジョブでは月に2回ペースで配信していく予定です。次回以降もドリームジョブの最先端に立つ皆さんにインタビューしていきたいと思います。ドリームジョブ次回もお楽しみに。このチャンネルでは毎日ビジネス、キャリア、マネーに役立つコンテンツを深く面白くお届けしていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。